こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日の話は、まずこれ覚えてますか皆さん。これは2020年5月2日に、海外で行われたライブ中継にてギネス世界新記録デッドリフト501キロが生まれた瞬間の映像になります。こちらハトクマもね、2020年5月3日に動画にしておりまして、まだ見ていない方はぜひね、概要欄にリンク貼っておくので見てもらえればと思います。ハトクマ今まで何百本と動画を撮ってきましたが、その中で再生回数第5位に入っている動画になります。あと2万回ぐらいね見てもらえれば10万回再生達成するので、一人当たりね、まあ1000回ぐらいポチポチしてもらえれば嬉しいかなというところなんですが、そんな冗談、冗談でもないんだけど、さておきまして、そんなデッドリフト501キロ、その記録はまだ破られていません。そんな中ですね、一人の27歳という若さで、アメリカ人のパワーリフターが、いるんだけど、その人が同じ重さを上げてしまうんじゃないか、いや、502キロ、世界新記録出すんじゃないかというような映像が流れてました。3日前ぐらいのね、ものになるんですが、それを投稿したのがジャマル・ブラウナーという27歳アメリカ人のパワーリフターでございます。この人はハフソーと比べてハトクマが思うものすごいなって思うことがいくつかあるんですが、まずこちらの映像で彼は501キロに挑戦しています。結果は持ち上がらずというところだったんですけれども、膝ぐらいまではね上がっているから、あとちょっと、そのあとちょっとがめちゃくちゃ厳しいのかもしれないけど、すごいワクワク感はさもらったよね。501いっちゃうんじゃないのって。この体型で501を上げる。もし彼が501を上げたらですよ、ほぼ体重の5倍です。体重の5倍を持ち上げる男になります。ハフソーが501キロを上げた時っていうのは、年齢は31ぐらい、今33とかだと思うんですけど、で、体重が200とか言ってたんですよね、200ぐらい。すごいよね、お相撲さんぐらいの体重。それであんだけ引き締まってるからすごいと思うんですけれども、ジャマルはですね、その半分ぐらいしか体重ありません。年齢も若くて、体重もだから100キロちょっとしかありません。だから見た目もさ、そのパワーリフターとかストロングマン、ハフソーはストロングマンのね世界チャンピオンで、この人はパワーリフティングでアメリカでバンバン優勝をね重ねている人なんだけど、ある程度脂肪は乗ってるけど、腕はめちゃくちゃ太くて肩も丸っこいで、胸とかやっぱりさ、ベンチプレスとかスクワットとかでデルフトとかめちゃくちゃ重たい重量をやってるから、足も太いし胸も強い、背中とかも多分脱いで見せたらめちゃくちゃごついと思うんだよね。そういったところの体のかっこよさ、男としてのかっこよさっていうのは、正直ハフソーの体よりもこのジャマルの方があるんじゃないかなって。で、ハフソーよりも半分ぐらいの体重しかないのに、ジャマルは同じ重りを持ち上げようとしている、持ち上げられそうな感じをしている、それがすごいなって。ジャマル・ブラウナーが502キロというデッドリフト世界新記録を達成する日もね、本当に近いんじゃないか、下手したら今年とかあるんじゃないかって思っちゃうぐらいということで、ハトクマ非常にねワクワクしました。ちなみに彼はですね、今27歳になるんだけど、今年もね大会に出ていて、もちろん優勝です。で、今までの大会での自己ベストはノーギアでスクワット365キロ、ベンチプレス225キロ、デッドリフト 440.5 キロ。ということで、トータル1000だね。トータル1000キロ上げてます。ちなみに、この501キロに挑戦しようとした前のところでは、483キロかなに挑戦して一発上げてます。483と言ったらもう本当にハトクマのビッグスリーと同じぐらい。それを彼はデッドリフトでやってしまう。だからこの映像の重りがハトクマのビッグスリーの全て。そう考えたらすごいよねって。ハトクマしょぼいとかもあるかもしれないけど、いやいやいやと。それをデッドリフトで上げちゃうこの27歳やばくないって。自分の年下でこんだけいい体をしていて、自身の体重のね、だってこれだって一発上げたのだって 4.8 倍ぐらいだよ、自分の体の。それを上げてるんですよ。っていうね、このジャマル・ブラウナー、いつもボディビルを紹介しているところからは、違う競技のね選手なんですけれども、デッドリフトギネス世界新記録達成も本当にねしちゃう瞬間、これ来るなと思ってます。なので非常に楽しみ。ちなみにこの人が初めてねインスタグラムに投稿していたのは確認できるところで2015年ということで、今から
約7年前、20歳ぐらいのね、まあ20歳とか21歳ぐらいの時なのかなと思いますが、その時でよ、その時で彼はすでに288キロ一発上げてます。末恐ろしいねということで。まあ今日はいつもと違う、カテゴリーの話をしましたが、よければね、高評価、チャンネル登録ボタンのクリックもしてもらえればと思います。てなわけで今日の動画はここで終わりです。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。